ブライアン・パトリック・ウィルソンは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州ロンドン・デリー出身の、元プロ野球選手。ウトを右打ち。ウ2000年にクリーブランド・インディアンスからドラフト30巡目で、指名されるが契約せず、ルイジアナ州立大学に進学。2003年にサンフランシスコ・ジャイアンツからドラフト24巡目で、指名され契約を結んだ。 2006年4月23日にメジャーデビューし、リリーフ投手として31試合に登板した。2007年シーズン終盤に、ブラッド・ヘネシーラーと共に、クローザーとしてテストされ、7回のセーブ機会で6回、成功。登板数こそ24試合と少ないものの、防御率2.28をマークし、安定感を見せた。2008年は、開幕からクローザーとして定着。 前半戦だけで25セーブを稼ぎ、初めてオールスターに選出された。実質クローザー1年目で、防御率こそ4.62位ながら、ホセバルベルデに次いでなリーグ2位となる41セーブをマーク。チームの元クローザーであったロブネンから、クローザーとして成功するための素質が備わっていると評された。2009年は68試合の登板で、 防御率2.7438セーブ。右打者との対戦打率が低下したことが成績向上の要因となった。2010年はメジャー全体で最多となる48セーブをマーク。防御率も自身初の1.00台を記録。この年は投球スタイルに変化が見られ、2009年まではフォーシームの速球、高速スライダーが7、3程度の比率であったのが、 2010年は6、4程度になった。特に重要な試合ではスライダーを大投げし、ワールドシリーズでの33投球中、15球がスライダーであった。2012年は開幕直後に肘を痛めたことで、トミー・ジョン手術を受け、シーズン中の復帰が絶望となった。オフに、FA に。2013年は、無所属で開幕を迎え、リハビリに専念。 7月30日にロサンゼルスドジャースと1年契約で合意した。オフの10月31日に FA となった。11月にはヤンキースからヒゲを理由に獲得に動かないことを明言された。12月5日、ドジャースと1年1000万ドルで契約に合意し、12月7日に球団が正式発表した。2014年は開幕ロースター入りしたが、2試合当板後に、 右ヒーちの故障で離脱。4月1日に15日間の故障者リスト入りし、4月5日にリハビリのため A 久乱直過門がクエークスへ移動した。4月15日に故障者リストから外れた。この年は61試合にリリーフ登板し、2勝4敗1セーブ、防御率4.66の成績だった。オフには自身が、 公式権を持つ年俸1000万ドルの契約オプションを行使していたが、ブランドン・マッカーシーの加入に伴い12月19日に解雇となる。また、契約オプションの行使に伴い、ドジャース側が翌シーズンの年俸を支払う義務があるため、他球団と翌シーズンの契約を結んだ場合、 ドジャースが1000万ドルからメジャー最低保証年俸50万7500ドルを差し引いた額を支払う義務がある。2010年8月頃から伸ばし始めたヒゲがトレードマーク。2006年にプエルトリコのウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルでプエルトリコで出会ったのきっかけにダラスブレーデンと親交があり。 同じアイルランド系アメリカ人ということもあって、2007年のシーズン終了後にはアイルランドへ、2010年のシーズン終了後には日本や太陽国へと二人で海外旅行に出ている。ありがとうございます。